久保さん。まあ、一番大事なのはやっぱバランス感覚かもしれないですね。うん。まあ、人間がこうバランスよくこう歩けるのって多分足が2本あるからなんじゃないですかね。これ足1本でこう優雅に歩くって難しいですよね。まあこれはね、僕小学校の時に一輪車をやったんですけどめちゃくちゃ難しいんですよ。一輪車。 なんかね、バランスとるのね、めちゃくちゃ難しいんですよね。なんか自転車は二輪あるじゃないですかで。一輪車って一輪しかないんですけど、当たり前ですけど、めっちゃ難しかったですね。でもまあ乗れるようになったら一輪車でもね、バランスよくこう、スイ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 乗れるようになりましたけど、これはね、多分まあ、久保さんもね、イヤホンでなんかいろいろ聞くことあると思うんですけど、片耳聞くとなんかおかしくないですか 片耳で聞いてるとなんかちょっとおかしいですよねおか。おかしいというかなんか違和感ありますよね。右と左で両方聞くからなんかバランスよく聞こえるし、目も片方だけだとなんか調子悪いですよね、多分。うん。ん。陰と陽みたいなね。足も陰と陽、手も陰と陽みたいな。うん。 でもこれも面白いことで先ほどもね一輪車の話しましたけどまあじゃあうん手が片方しかないとかね足が片方しかない人はまあそれで生きていかないといけないでそうすると人間っていうのはあのその一本の足でバランスよくね立とうとするし歩こうとするしあのなんですかねなかったらなかったでそれでうまくできるようにしようとするんですよねでも結局どこを目指すかっていうとバランスなんですよね だからバランスっていうのがまあほんと大事かなと思いますね。うん、だから常にその松下幸之助さんとかも常になんか謙虚であれとかね、まあ、稲盛和夫さんとかもそうですけどだから何で謙虚なのかっていうとなんか成功したとしてもこのじゃあ成功しましたじゃあプラス、まあ、謙虚がマイナスという表現があるかもしれないですけど その謙虚であることがバランスを保つ一つの多分テクニックなんじゃないかなと思うんですね。うん。やっぱ天狗の鼻になると、あの、なんですか、鼻は折られるし、なんか、見えてたものも見えなくなるし。だから、僕な、あれが好きなんですよザトウイチの最後の言葉。ザトウイチの。これ,これで締めましょうか、ザトウイチ。 座頭市の座頭市の最後の北の北のたけし座頭市北のたけし最後セリフこれがね好きなんですよね。さ なんか見えてたんじゃないかみたいなね。そうあの転びかけて、あいくら目を見開いたところで見えないものは見えないというセリフがあので終わってるんですよ。で、北野武さんが、実は見えてたと。最後、目が見えるんだけど、あ,あの、何すか、あの、石に転ぶっていうね。 意思でつまずくっていうシーンで、で、最後、いくら目、身に開いたところで見えないものは見えないと。これ結構ね、いろんな受診ができると思いますけどね。<laughs> すごい意味深だなとは思いますけどね、はい。見えないものは見えないけど、見えるものも見えないと。 いっ,っしゃい